時刻はただいま2時20分30秒になろうとしています。ここからは月曜日のコーナー、引き出しの中のラブレターです。面と向かっては言えない心の引き出しにそっとしまってしまった思いをお手紙という形で番組までお寄せいただき、朗読とピアノ生演奏を通してご紹介するコーナーですが、最近では1話完結数珠つなぎのオリジナルラジオドラマをお届けしております。ここからはアシスタントとして花田修太さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで先週からまた1話完結数珠つなぎの、ラジオドラマが再開しておりますけれども、はい、登場人物の名前がね、はい、あいうえおとだんだんスライドしていく仕掛けにしておりますけれども、はい、前回が楽山という初夏の人を登場させましてね、はい、まあ、このラリルレロってちょっと名字がねレアなので、苦肉の策みたいな部分あるんですけれども、はい、まあ、論語の言葉に智者楽水神社楽山というね、そんな言葉がありまして、はい、まあ、そこからストーリーを紡がせてもらいました、はいはい、でそれを受け継いでの本日はですね、まあ、理の名前になるわけなんですけれども、はい、先週の楽山さんもちょっと登場する形になりますのでね、はい、まあ、曲としてはですねヒーローという、楽曲につながるオリジナルラジオドラマ、どうぞお楽しみください。僕の名前は力石仁、14歳の中学2年生だ。仁という漢字は人偏に漢数字の2、儒教でいうところの仁義礼智信の仁から来ている。名前をつけてくれたのは今はもう亡くなったじいちゃんだ。じいちゃんはよく仁義礼智信の話をしてくれた。仁は思いやり、義は正義、礼は秩序、智は知恵、信は嘘をつかないこと。孔子はこの5つの中でも仁が一番徳の高い大事なものだと言っていたそう。だから周りの人を愛し、思いやりを持って接し、人の立場に立って行動しなさいとよく言われてきた。自分で言うのもなんだが、その名の通りに生きてきたと思う。ジン君は本当いい子ね、優しい子ね。よく言えばそうだが、要は人畜無害なやつだ。生来の器用さも影響しているだろう。勉強も運動も昔から何をやっても人並み以上にはできた。でも目立ちすぎると周りとの調和が乱れる。だからそこそこで止めておくというのが自分流の思いやりのある生き方だった。親との関係性もそうだった。子供の頃から周りの大人たちがどんなことを考えているか分かったため、その顔色を伺ってきた。習い事、勉強、どれもやりたかったわけじゃない。でも特にこれがやりたいっていうこともなかったから、なんとなく生きてきたんだ。そんな僕にも心の中で密かに気になってるものがある。それは演劇だった。舞台に立って堂々と自分自身を表現する。昔じいちゃんに連れられて見に行ったお芝居で、主演の役者さんの輝きに魅せられたのだった。あんな風に舞台に立って自分を思いっきり表現できたらどんなに気持ちいいんやろう。ただこの学校には残念ながら演劇部がなかった。だから部活にも入らず、演劇に対する気持ちは心の奥にしまい込んだままだった。ところが今年の文化祭で演劇指導の外部講師の先生を招き、希望者を募って一つの舞台作品を作るという話が飛び込んできた。その話を聞いた時、正直心臓がドキドキした。やってみたい。でもきっと主役とかはできないだろうな。
うちの学校は外部から講師の先生が来ることは珍しくない。ある日、書道の時間で書家の先生がやってきた。私は書家の楽山と言います。楽山というのは山を楽しむと書くのですが、論語の知者楽水、仁者楽山という言葉から来ています。せっかくなので今日はこの仁者楽山という4文字を書いてみましょう。さ、ではできた方から、できた方から私のところまで持ってきてください。仁者楽山。仁の字は書き慣れた自分の名前仁だった。さらっと書いて一番最初に提出した。力石くん早いですね。どれどれ。おお、綺麗にまとまっていて非常にうまいですね。おお、なかなかこの短時間でここまで書ける人はいないですよ。あ、そして君はジンっていう名前なんですね。私と一緒や。ちなみにどんな由来ですか？じいちゃんがつけてくれたんですが、仁義礼智信の仁だそうです。周りの人を愛し、思いやりを持って接し、人の立場に立って行動できる人になるようにって。割とその通りに生きてるような気がします。なるほど。確かに君の字は非常に綺麗に収まっていて、周りのことをよく見て配慮できる性格が現れている気がします。一つ提案ですが、もう一枚書いてみませんか？今度は思いっきり枠をはみ出していいので、自由に赴くままに。例えばこんな風に。そう言うと先生はほぼ一筆書きで仁者楽山と書き始めた。草書というのだろうか、崩し文字でちょっと読みづらい文字だったが、筆を立てたり寝かしたり、その筆さばきには迫力があり、まるで筆が踊っているようだった。はい、どうでしょう。その作品を黒板に掲示すると生徒たちが歓声を上げた。僕はあっけに取られて言葉を失っていた。書には自分の心が現れます。上手にまとめることも素晴らしいことですが、本来もっともっと自由に自分らしく書いていいのですよ。力石くん、伊達政宗の言葉にね、仁に優れば弱くなるという言葉があるんです。優しさや思いやりが過ぎると弱くなる。君が思う仁は周りの人に配慮する優しさなのかもしれない。それも確かに思いやりですが、仁とは決して弱々しい生き方ではないのだと私は思っています。孔子も言っています。仁者は敵を先にして売ることを後にす。仁と乞うべき。仁者とは人が嫌がることや難しいとされていることに率先して行い、利益を得ることは後回しにする。利益を優先することより挑戦することが大事であると。挑戦には失敗がつきもの。書道においては失敗したらまた書き直せばいいんです。はみ出してみてください。突き抜けてみてください。あなたしか書けない書を見せてください。それはきっとあなたの生き方にもつながる何かをもたらすはずです。その後僕は言われるままに白紙の半紙に向かってみた。
真っ白い紙にどのように書けばまとまった字になるかなんとなく見えていた。でも僕はあえてそれを覆すようにがむしゃらに筆を動かしてみた。急に太くなったり細くなったり、点が滲んでいたりかすれていたり、書き上げて眺めてみる。バランスが悪い、ダサい、格好悪い。でも僕はチャレンジした。調和を考えず、僕自身の中にうごめくものを筆を通して初めて外に出せたような気がした。僕は何枚も何枚も書き続けた。そうだ、これが僕の字だ。いや違う、これは俺の字だ。今まで自分のことを俺だなんて読んだことはなかったが、そう言いたい気持ちがふつふつと湧いてきた。誰が何と言おうと、これが俺だ、俺なんだ。そして最後に書き上げた一枚は渾身の作品になった。特に一文字目の仁の字は、自分がこの人生で名前として何度も書いてきた字の中で最高傑作と言っても良いぐらいエネルギーに満ち溢れた字になったと感じていた。力石君、素晴らしいじゃないですか。この短時間でよくぞ自分の枠を突破して、あなたにしか書けない書を書き上げましたね。書きたいように書く、それでいいんです。人生もまたやりたいようにやっていいし、生きたいように生きていいんですよ。楽山先生の嬉しそうな顔が目に焼き付いていた。それは今まで大人たちを喜ばせようと振る舞ってきた時の笑顔とは違った。自分を優先してやりたいことをやっても人が笑顔になってくれることがあるんだ。そしてそんな笑顔はなんて優しいんだ。僕はその時最後に書いた仁社楽山を家の勉強机の前に貼ってみた。正しい意味も教わったが、僕はこれを仁社は目の前に大きな山があったとしても楽しみながらチャレンジすると勝手に解釈することにした。これが俺流の解釈だ。その数日後、文化財で作る演劇の舞台の希望者として僕は手を挙げた。今までそういうタイプじゃなかったので、クラスメイトたちはちょっと驚いていた。どう思われたっていい、これが自分にとっての偉大なる小さな一歩だ。目指すは主役。狙った通り主役になれるかどうかは分からないが、人生の主人公は僕だ。怖いけどやれることをやってみよう。少なくとも自分だけは自分の行動に OK を出していこう。楽山先生はあの日の授業に最後にこういう言葉も教えてくれた。仁社は必ず勇あり、仁社には必ず勇気が備わっている。僕の名前は力石仁。力と意志を勇気に変えて、俺は仁社として一歩を踏み出してやる。自分から一歩踏み出す
ことのない人生。以上、引き出しの中のラブレターでした。